森下企画部長から挨拶を申し上げます。企画部長の森下でございます。一言ご挨拶を申し上げます。国土交通行政にご貢献をいただきました皆様に本日このように直接感謝の思いを申し上げる機会ができましたことを非常に嬉しく思っております。また今年は記録的に早い梅雨明けとなりましたけれども、今週も前線による大雨で各地でいろいろな災害が発生をしているところでございます。建設業界の皆様におかれましては災害対応にご尽力をいただいておりますことをこの場をお借りいたしまして厚く御礼申し上げます。さて私ども九州地方整備局におきましては、平成18年度から工事成績評定企業ランキングの公表および工事成績優秀企業の認定を実施をしております。今回で17回目の実施となります。今年度は過去2カ年度で特に優秀な成績を持って複数の工事を完成をしていただきました232社の企業の皆様を工事成績優秀企業として認定をさせていただきました。この認定が皆様の励みとなって、また目標として互いに切磋琢磨をして今後の九州地方の社会資本の品質の向上にご貢献をいただくことを期待しておるところでございます。最後に皆様の今後ますますのご発展を祈念をいたしまして、私のご挨拶とさせていただきます。本日はおめでとうございます。